アンリアルエンジン5で、ベルセルク風なゲーム作成を目指している動画です。今回は、ガードクラッシュ導入です。よろしくお願いします。敵のガードを崩す手段が乏しかったため、いくら攻撃し続けても敵のガードを崩せませんでした。そこでガードクラッシュというものを導入しました。ガードクラッシュといえば、もちろん、ストゼロシリーズですね。安くて酔えるということで人気のようです。レモンを丸ごと使用し、パウダー状に粉砕。つまりクラッシュです。という茶番は置いておいて。サントリーさんではなく、カプコンさんの方です。ゼロシリーズではガードクラッシュがなくなると、一定時間無防備になります。このタイマーの下にあるゲージです。プレイヤーのガードは、現在ダクソシリーズと同様スタミナで管理してますが、敵はスタミナの設定がないため、ガードクラッシュで新たに管理することにしました。仕様は、ストゼロシリーズを真似たものになってます。では、ゲーム内でチェック。敵の頭上にあるのがガードクラッシュです。左の数値は現在のものです。プレイヤーのアタックレベル、攻撃の強さにより削る値が異なります。クラッシュがゼロ以下になると、ガードを崩し攻撃当たります。もう少し詳細に説明します。ブレイクアタック改めクラッシュアタックは、クラッシュをゼロにする攻撃としました。ガードクラッシュの後は一定時間ガードができず、クラッシュも回復しません。今クラッシュが回復してます。ガード姿勢をとっている時は回復しません。こんな感じでカードクラッシュ導入しました。ブレイクだったりクラッシュだったりと、このゲーム内の用語がますますごちゃごちゃしてきました。現在使いどころさんがないのですが、スタンもテスト的に導入しました。スタン館内ですが、こんな感じになります。100人斬りモードのように複数の雑魚敵との戦闘で、敵がいちいちガードしてきて、何度も攻撃してもガード崩せないのは、面白くなかったのでガードクラッシュ導入に至りました。クラッシュアタックで崩せますが、わざわざ敵のガードの都度出すのも面倒なので、1対1の強敵な敵との戦闘でも、いずれ必要になってくると思います。とりあえず仕組みだけ作ったスタンも使う時が来るはず。今回は特にこれといったことがなかったので、ブループリント等の紹介はなく、単なるシステム紹介でした。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。